かどるもんだな。そうですね。今は何の漢字を書いてるんですか？漢数字だよ。覚えやすいかなと思ってさ。ほら、1、2、3なんてどんどん線が増えてくだけだろ。本当ですね。でも4からはなんだか難しそうですね。そうなんだよ。なんで急にこんな形になるんだ？4も5も全部線が増えるだけなら覚えやすいのに。聞き捨てならんな。誰ですか？あれは私たちは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、みんな揃ってナンバー。かっこいい。いやいや、かっこよくねえよ。なんで漢数字なのに英語でナンバーズなんだよ。ん？この取りたいところをついてくる。いや、そんなことはどうでもいい。さっきの話だが、我々が本当に線が増えてくだけの文字だったらどうだ。7、3、8、3。はい。はっはっは、どうだ、どっちが7でどっちが8かわからんだろう。これが100にでもなってみろ、正確に見分けられんだろう。確かに。こうやってすぐに見分けがつきやすいようにするためにあえて形を変えているんだ。楽をしたいだけで適当なことを言うじゃないわ。なるほどな。で、なんでお前はそんな変な形してんだ。もう4の要素なくね。なくね。それは出しちゃダメですよ、鳥肌さん。漢字はそれぞれ一つ一つ出来上がるまでに大切な思い出や意味を持って生まれてくるんですから。へえ、そういうもんなのか。まあでも考えてみれば、大昔にできたものが今でも使われてるなんてめっちゃすごいことだよな。ごめん、変とか言って。漢字ってかっこいいな。よし、なんかやる気出てきた。早く全ての漢字を取り戻そう。あいつ実はいいやつなのか。時々失礼ですけどね。聞こえてんだよ、早くするぞ。おい、何やってんだよニッチ。お前もやるぞ。はーい。